れて逃げて釣られちゃうんですよね。ついておいでよ夕暮れの雨が降る矢切の私、親の心に知らないんだけど、そっからわかんない、私バカよね、おんバカさんよね、おんバカさんさて、はい、坂瀬くん、はい、重大発表ということで、ここでやるんですか？いや、まだやらない重大発表ということで今日でも言わなきゃダメですよ、重大発表、今日中にね、そう、今日中に言うことは言うけど、はい、あの坂崎くんとこの番組を続けて始めて何年になりますかね、はい、今度の11月で4年、丸4年なんです。だから3年ともう9ヶ月、あんた珍しいこと恥ずかしいね、今度の今度の今度のって何、はい、どこ今度林、今度の11月で、今度の11月で、何弁ですか今度の、知らん、聞いた、初めて聞いた、今度の、本当ですか、うん、今度の11月で、うん、3年10ヶ月だから4年になるんですね、今ちょうど3年10ヶ月ですね、うん、まあ、かなり長くやってきたね、拓郎さんとしては、僕はもうね、あの史上最高記録ですしね、ラジオの番組としては、パッケンミュージックとか長くなかったですか、ね、1年半ぐらいですね、そんなもんですかね、オールナイトニッポンもセイヤングもだいたい1年か1年半ぐらいでやめてます、だいたい飽きちゃう、倍以上ですね、もう吉田拓郎っていう男は飽きっぽいって言うんで本当有名ですから、はい、すぐ終わっちゃうんですよ、長いですね、じゃあこの番組は、これはね、ええ、一人にね、ええ、坂崎幸之助というね人物の存在が大きいです、はあ、そうですか、え、僕何にもしてませんよ、笑ってる、何もしてないね、その君のねその存在、つまり何の役にも立たない君のその存在、はい、私からするともう金魚の糞のようなその君の存在、これ金魚の糞ですか、糞だよ、自分を糞だと思ったことないの、あ、でも糞だと思ったら楽かもしれない、糞だよ君は、楽ですね、うん、あれは金魚のうんこ、君はうんこだよ、金魚のって言ってくださいよ、え普通に君は人間のうんこさ